はい、高松ラブハウスライブストリーミングソウルトゥソウル全18組、終えて、最後僕撮り終えて今、一人で撮っているわけでございますが、皆さんいかがだったでしょうか。素晴らしい演奏をねたくさん聴かせていただきました。僕はね30分一人でやってたんで、あのもう切り替えとかがめんどくさいなと思って、全41、2曲かなをメドレーでお届けしましたということで、またねあの曲名は、この概要欄に、載せておきますので、ご参考までにどうぞということで、なぜねあの、まあ、選曲ですが、生まれてからね、青春の頃ぐらいまでのヒット曲をちょっとこう盛りだくさんな感じで入れ込んでやりました。で、実はね何が本当にやりたかったかというとね、最初と最後にやったあのニプロのね CM 曲ね、笑顔が輝けばっていうやつ、あの曲がすっごく大好きで、なんで好きになったかというと、僕ね3回膵炎で入院してるんですよね。あのすごく大変で、膵炎ってもう立てれなくなるぐらい背中が痛くなって、膵臓が炎症を起こすんですけど、でもう1回やると治らないんですよね。で本当はお酒飲んだらいけないんですけど、まあ分かっちゃいるけどやめられないみたいな感じでね、ずっと飲んでて、であれ1回目か2回目の時だったと思うんですけど、入院のあの、まあ、ちょっと個室だったんでテレビとかもあってね、あのニプロの宣伝がかかってね、その時にもすっごい、うわもうほんま看護婦さんが天使に見えるっていう、であのその曲がやっぱ健康でありたいなっていうね、なんかすごいいろんなことを思って、毎回そのニプロの CM 見てたわけですよね。で今コロナ禍になって医療従事者がね大変な悲鳴を上げてるっていうのをずっとニュースとかでも見てるし、やっぱりちょっとニプロの歌やりたいなと思って、あれを頭と最後に持ってきたというね。本当はあの1曲だけしか練習してなかったんで、ほとんど喋りで終わらせてあの1曲で終わらそうかなと思ったんですけど、なんでしょうね、みんなのライブ見てたらなんか欲が出だして、無謀にも、41、2曲メドレーっていうね、あのはっきり言います、やらんかったよかった、しんどかった、もう息継ぎはできんわ、なんか暑いわ、なんかもうね指痛いわ、もう、本日限りで引退とさせていただきますまあいかがだったでしょうか。でですね、ひょっとしたらこの、ラブハウスライブストリーミングソウルトゥソウル2が秋に行われるかもしれません。ぜひ皆さん楽しみに、待っててください。それでは皆さん、ご視聴 ご声援ありがとうございました。ラブハウス根性のびょうでした。それではまた。